信じられない。いや、止まらちゃかんのっすよ。いや、ちょっとこの画角に慣れてなくて。なんでよ。言葉がちょっと詰まってしまったんですけど。撮ったでしょ、いっぱい。今日はですね、最近小焼きスタジオを登録してくれた方、はい、好きになってくださった方もいると思うので、うん、2人だけでですね、とあることをやっていきたいということで、ね、この、いつもと違うスタジオ、信じられない話のセットでですね、はい、お送りするんですけど、お父さん、今日はどんな趣旨でお送りするんでしょうか。今日はですね、はい、まあ、やっぱり信じられない話、やっぱいろいろね、お話してもらったじゃないですか、この1夜、2夜で。うん、その中で、僕がどうしても深掘りしたいやつがあったんですよね。よくね、僕たちはそのやりすぎ都市伝説、本家本元のですね、うん、テレビの都市伝説の番組があった後に、ここってテレビで放送されない、こんなところにもっと裏側があんちゃうかみたいなね、そう考察レビュー動画を出して、それもすごい再生数いくんですけど、うん、そういうことでいいんですか。そうなんですよ、やっぱりね、はい、その尺の都合とかで、まあ、言えなかったこともあるわけじゃないですか。うん、まあ、そうでね、僕ね、1夜目、まあ、どうしても言いたいことがあったんですよ。まあ、僕ね、この日あの突っ込もうかとか迷ったんですけど、うん、1夜目どうしても言いたいこと出てませんやん。いや、 MVT 撮るつもりで言ってましたけど出てないんですよ。え、なんで？じゃあパネルがね、あったし、なんならね、ちょっと、ね、写真出ます。折られてるんですよ、スタッフ。ひどい！折らないでよ、勝手に。折ってます。スタッフがこう折った時にも見ました。普通ってこうやって、いや、折るじゃないですか。膝入りました。衝撃です、はい。まあ。ということでですね、この1夜目のね、はい、話をしたいわけなんですけど、何ですか？どうしてもクロストーク参加したかったってやつあるんですよ。何のテーマ？それが、これ。ドル？そう、ドル。これドルなわけなんですけど、ドルちゃうわ、ポンドや。あ、ポンド。グアム行こうとしてたから、もうドルにまみれてるわ、ほんまに。ドルにまみれてない。はい、まあ、これポンドなわけなんですよ。この20ポンド札がこの予言が書かれてるのをヨシさんが話してくれとったんですよね。言ったね。で、実際こういう風にこうやって丸めたら、まあ、こういう感じでこの目に当たるよとか、うん、で、これが予言の計画書だよっていう話で、結局何を予言してるかっていうと、うん、あの流行り病、コロナを予言しているんじゃないのかっていうことをね。あの、普通ね、今のその流行り病のことを、はい、まあ、アンダイレクトに3文字言うと広告がつかなくなるっていうことがあったんで、流行り病とかパンデミックって言い方するんだけど、このローナは際どいとこやね。いやいや、もうでもなんかあの信じられない話で言うとったから、まあまあ、じゃあ今つくんですか。多分解禁されたんやなと思って、うん、別に普通にコロナって言ったらいいんだよ。そう、まあ、ということでこのコロナに関する、これまだ言うんやと。まあ、でもこのイギリスもこのお金の中にこういう予言が書いてる、まあ、これ実はアメリカのドルとかにもあるから、あ、世界の紙幣ってそうなんやみたいなと思ったと思うんですよ。まあ、実際日本の紙幣にもそういう話があるってこと思うんですか。あるよ、言われてるんだけど、あるよ。でもこれイギリスであることの価値ってめちゃくちゃ高いと思ってて、あ、円でもなくドルでもなく、そう、イギリスポンドであることが意味があるの、うん、で実際これ、うん、世界の支配者の国って言われたら皆さんどこがパッと出てます。でこれね、都市伝説やってる人は絶対知ってると思うの。まさにイギリスや。そうやね、早答えてる。まずアメリカとか言ってもらわんと話成立せえへん。いや、ポンド出しといてアメリカ言ったらまたドルにまみれるって言われるやん。そ、最近やったら中国とかさ、最近やったらってなんやろ、ロシアとかさ、うん、帝国みたいな感じするやん。それやったらさ、いきなりイギリス言われてるもんだな。もう面白くないみたいな。でみんなも分かってますよ、これ見てる人たちぐらいは。でもイギリスって稼いでるランキング1位みたいな国でもないし、稼いでるランキングって何それ。あの GDP 超邪魔ってな。 GDP1 位みたいな国でもないし、ね、なんか飯もまずいしみたいな、ほんまに先進国なんかみたいな、なんで目が嫌いやねこと言われてるんですけど、タクさんも言うてましたから味ないって。で実際この世界の支配者はこのイギリスなわけなんですけど、これなんでかと。イギリスって言ったらもちろんね、ヨシさん話しました、ハリーポッターとか、まあ、そういう文化的にね、まあ、すごい人を輩出したみたいなこともありますし、あとはあれやっぱあれですよね、音楽面とか、まあ、スターとかもやっぱいろいろ生み出してるわけなんですけど、ビートルズとか、そらそう、オアシスとか、クイーンとか、この来日しますね、まあ、そういった、まあ、とんでもないアーティストも生み出していると。でタイヤとかラジオとか、うん、こういうのも生み出したのもイギリスなんですよね、うん、はいはい。でさらにあのスティーブン・ホーキング博士もイギリス出身の、はいはい、まあ、だからすごい人たちがどんどん出てるし、やっぱ歴史を見てもこの産業革命を起こしたっていうところもありますから、いろんなものの開発をしていると。でもじゃあ近年はって話なんです。近年別にイギリス、まあ、ポケモンカードの世界大会はしましたけど、うん、それ以外大したことないなみたいなイメージあるじゃないですか。でポケモンだけで言わないと、そのサッカーが強いとかありますよ。いやもちろんサッカーはすごいし、うん、ウィンブルドンも楽しい、もちろんある。イギリス都市伝説スポットいっぱいある。あります。でもなんでイギリスが世界の支配者やと言われているかっていうことなんですよ。ちゃんと教えて。これはですね、めっちゃ簡単なんです、はい、イギリスは秘密結社だらけなんです。何笑ってんすか。じゃあ秘密結社だらけって何。いや秘密結社の宝庫なんです。やっぱ秘密結社の本部がどんだけあるかみたいなのって、うん、その一国の力を争うみたいなところも関わってくるんですよね。フリーメイソンロッジね、本部もありますよね。そうで実際その日本とかで秘密結社って言ったら、うん、まあ、出て聞くのって、うん、まあ、フリーメイソンとか、うん、まあ、ヤタガラスとか、うん、でもヤタガラス以外の国産秘密結社って最近聞かないじゃないですか。国産って何や。自分のとこの権利の
秘密結社世界最古や言うけど、うんうん、じゃあ最近日本で秘密結社できたんですか言うたらよう分からんカルト教団しかないみたいなとなってるわけじゃないですか。でもイギリスはそうじゃないんですよ、うん、これ結構ヤバくて、さっきも言ったようにフリーメイソンのこのグランドロッジの本部フリーメイソンホールがこういう感じであるんですよね。総本山ですよ。でも総本山なわけなんですよ本当に。で、フリーメイソンというと公式な慈善団体言うてるんですけども、 それどうかなとここにもありますけどね、はい、これはねやっぱ世界を裏から操ってるやつらなんじゃないのかみたいなことを言われてるわけなんですよ、はい、実際現にイギリスに現存する有名な秘密結社や団体のほとんどは元をたどればフリーメイソンにたどり着くというぐらい、もうイギリスのフリーメイソンを広めた根幹みたいな存在なんですよね。根幹、ちなみにイギリス人めちゃくちゃフリーメイソン入ってる人多いらしいです。ああ、そうなんだ。世襲制になってるらしいです。世襲制なの？それ家督よく出てきたな今、うん、ツッコミがいやちょっと今ビビった。歴史さんのね、誰が知ってるよ歴史の家督も。今奥の方でいくだけクスって笑ってますから。そう、はい、歴史ファンのねあの人がね。ということで親がフリーメイソンやから子供も入るみたいな流れってその日本でもありますけど、ね、親がこの宗教入ってるからこの宗教入るみたいな、もうイギリスとかでもフリーメイソンにそれがあるわけなんですよ。何も秘密結社でもないね、それは多分ね。そう、うん、半分も公然というか、うん、もうそういう感じになってるわけなんですけど、その一連の鍵を握る人物っていうのがいて、それがこちら16世紀後半に活躍した哲学者、うん、イギリス人フランシス・ベーコンさんなんですよね。やっぱりちょっとねカリカリに焼くぐらいが美味しいんですよ。あ、それね、あの食べる方のベーコン、はい、こっちのベーコンはですね、うん、あの3人組で活動されておりまして、あのそれも違うんですよ。チンパンズラビデオの中のベーコンさんやからね。違うんですか、うん、関さんのモノマネがうまい、うん、あ、それじゃあ、まあ、ボケにボケ重ねたらもう収集つかないんで、はい、でちなみに、はい、この方はすごくて政治家で当時最大の知識人と言われてるんですよね、うんうん、はいはい、でこのベーコンはですね、イギリス国王ジェームズ1世の側近でありながら当時の科学思想への大変革を促している。でさらにはあのシェイクスピアの作品の本当の作者なんじゃないのかとかも言われてるんですよ。すごい、まあ、賢な人だったんですよ。すごいね。でもう多分朝食のベーコンの焼き方とかも完璧やったんでしょう。これ完璧やったと思う、はい、そこは突っ込めようって思うんですけど、はい、まあ、まあ現在までイギリスに影響を及ぼしている大きく分けて3つの団体に関与したんじゃないのかってことも言われているんですよね。3つの団体、まず1つ目が王立教会、有名ね。これもね、見てください、もうザ・ロイヤル・ソサイティ、こんなかっこいいとこあるみたいな。これは科学の発展や促進を目的に17世紀にアイザック・ニュートンやロバート・ボイルなどの科学者たちによって設立されたと。なんそれすごすぎるやろ。別にニュートンも落ちるリンゴを眺めてただけじゃないんですよね人生。そらそうです、ちゃんとこういうこともやってるんです。ちゃんとしてますよ。でベーコンもこの創立メンバーやったんですよ、うん、どっちもね、だからあの朝食に食べて美味しいよね。そうやね、朝食にベーコン焼いた後にリンゴを食べてるみたいな。ありますあります、はい、なわけあるかい。でこの有名なところでは先ほど紹介したあのスティーブン・ホーキング博士もここの会員資格を持っていると、うん、で今までおよそ8000人に会員資格が与えられてるんですけど、うん、たった8000人なんですよね。すごいね、この昔からあるのに。で現存しているメンバーは1743人っていう、めちゃくちゃ詳細な数が出てきたんでびっくりしちゃった。すごい、ちゃんと管理されてるんだよね。そう、でベーコンはそんな科学の発展に欠かせなかった重要な団体を創設したメンバーなんですよ、ね、すごいキーマンや。で2つ目は秘密主義サロンである英国バラ十字教会なんです、ね、出た、ほら見てくださいこの十字のね、紋章で。実はベーコンは数々の肩書きを持つ傍らでフリーメイソンの会員やだとも言われてるんですよね、うんうん、一般的にはこの十字教会とフリーメイソンは異なる秘密結社やとは言われているんですけど、実はこの教会に在籍するにはフリーメイソンのメンバーでないといけないと。あ、そうなの。だからフリーメイソンの中のサークルみたいなもんよね。確かに確かに確かに。そう、そしてこのフリーメイソン系秘密主義サロンに関係していたのはベーコンだという話は長い間多くの学者や作家たちによって論じられているっていうことなんですよね、うんうん、でラスト3つ目、英国国教会、うん、こちらなんですよね、うん、すごそう。だから一瞬なんか絵面がドリフみたいな、ね、ドリフ、みんながこう歌を歌うんかなみたいな。何ドリフって。ドリフのコントをご存知ない、タライをしてくれたやろ。あ、そうそう、ドリフといったらタライみたいなところありますけども、うん、あんま知らんな。あ、すいません。はい、ジェームズ一世の命令で1611年に作られた聖書を英語に翻訳したもの KJV 通称キング・ジェームズ・バージョンというのがあるんですけど、日本語やと禁定訳聖書と言われているんですよね。見てください、ホーリーバイブルです。うん、しっかり書かれてます。それは聖書ですから、ね、はい、でこれがキリスト教のプロテスタント教会の多くで公式の聖書として使用されているんですよね。で特にイギリスの英国国教会においてこの KJV は非常に重要なものされていると、うん、でそんな KJV が制作された際の翻訳に関わっていたのがベーコンやっていう説があるんですよ。ベーコンむっちゃ仕事してるやん、あれ働いてる。で100年以上にわたって専門家たちからそれ議論、いまだに100年以上にわたって専門家たちからその議論されてるらしいんですよね、うん、でつまりイギリスの国教会で使われている聖書には、うん、ベーコンによるフリーメイソンの
想などが秘密裏に組み込まれているんじゃないのかと。実際フリーメイソンもバイブルありますけど、もうこれもやっぱホーリーバイブルなんですよね。でイギリス王室が信仰するのももちろんこの国教会のわけなんで、イギリスは国全体がフリーメイソン、つまり秘密結社の国やということが言えるんですよね。なるほどな。でフリーメイソンは世界を牛耳っているということが言われているんで、イギリスが裏の世界で、いや表の世界でも多大な権力を持ってきてるわけなんですよ。で世界には国名こそ違いど、イギリスの傘下にある国はなんと56国あるって言われてるんですね。これすごい。イギリスの傘下ってね、会社とかだったら分かるんやな、どっか親会社があって子会社があります、資本関係があります、分かる。国でそれが言えちゃうってすごくない？そう。それがイギリス連邦という国家連合なわけなんですけど、これもオーストラリアとか、カナダ、南アフリカ、インド、マレーシアとか、そういうイギリスが植民地としていた国々がもうほぼ全て加盟している状態なんですよね。これでもすごい勢力よね。すごい。だってイギリスって言ったらそんなめちゃくちゃでかいさ国土を誇ってるわけでもないから、面積あるわけでもないやんか。それがあんだけの力を持ってるってやっぱよっぽどよな。そうなんですよ。で今でもイギリス国王を元首としている、国々なわけなんですよね。で目的としては民主主義、人権、そして経済的な発展を目指していて、さらに加盟することで国際的な場面で影響力を持つことができるというメリットもある。はい、だこれにはやっぱり裏の目的もあるんじゃないの。何があるんですか。それが新帝国主義。新帝国主義、はい、ニューエンペラーなわけなんですけど。帝国過激団。いや違いますよ。帝国過激団関係ないですよ今。違います。はい、はい、ある一定層の年齢しか笑わないですから。とひどいですよ、あの歴史といい。あ、ひどい。はい、あれ誰かな、はい、10代に受けないです。あ、そうですよ、もう10代見てへんやん多分。それはそう、うちのチャンネル10代視聴者 0.4%。 はい、このイギリス連邦という体制を利用し、支配者であるイギリスはその他の旧植民地の国々をコントロールできる立場を持ち続けてると、でその国の資源までも利用しているんじゃないのかみたいなことも流れてるんですよね、噂として。で実際にイギリス連邦の国々の面積を全て合わせるとなんと世界の国土の 21% になると、で人口で見ても世界の3分の1になるんですよね。すげえ。まあ、こう見てもほらイギリス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 、わーすごーって感じなんですよ。でこのことからイギリスはただの小さな島国なんかではなく、いかに世界的に力を持ってるかってことが分かってもらえると思うんですよね。まあ、でもイギリスはまだね勢力を拡大しようとしているんじゃないのか。えでその冒頭に言ったさ、っていうポンドお札を見てね、さらにヤバいことがあるっていう深掘りでしよう。そう、ここがつながってくるんですよ、ここにちゃんと。いやもうイギリスがこのポンドを発行した理由、これがなんで2020年にこのコロナのマークをわざわざつけて発行したか、それがつながってきます。つながってきます。はい、うわ楽しみやわ今。でね、じゃこれイギリス帝国の支配がどうなっていくかっていうことなんだけど、まず世界統一支配に向けてやろうとしてるのがポンドヤード法の復活出たっていうことを考えてるんですよ。前はキャインが言ってたですね。言ってくれてました。で支配する側というのは支配される側の単位までも支配しちゃうと。で実はこのポンドヤード法はイギリスで誕生したと。でイギリスでは1970年代から国際基準に合わせてメートル法が取り入れてるわけなんですが、2020年に EU 離脱、昨年エリザベス元女王が在位70年を迎えたというタイミングで、イギリス政府からポンドヤード法を復活させたいという話が出たんですよね。なんで急に。ね、で実はこのポンドヤード法は英語にするとインペリアルシステム、つまり帝国単位。さっき新帝国って言いましたよね。でイギリスは帝国としての力を徐々に拡大させていき、最終的な世界統一政府を目指しているんじゃないのか。はいはい、でその世界統一政府に向けた新たな一歩が、実は今年5月に即位したチャールズ国王の戴冠式がその意思の表れなんじゃないかって言われてるんですよ。なるほど。でこれがですね、今から話すことがポンドの価格20ポンドにも関わってくるんですけど、まあ、何かというと、この20ポンド紙幣なぜわざわざコロナの予言書にしたかということなんですよ。それがこのチャールズ国王の戴冠式にバリバリ関わってきます。で実際チャールズ国王の戴冠式っていうのは、昨年2022年9月に70年間の在位期間という一つの時代を築いたエリザベス2世がこの世を去ったことで、その後を担わないといけない、これがチャールズ国王の誕生やったわけなんですよ。僕言うてました、僕ずっと、チャールズ皇太子いつまで皇太子やねんって。いいじゃないですかそれは。でもね、もうついに国王になったわけなんですよ。国王になりました。はい、もういいおじいちゃんになったわけなんですけど、はい、ただそんなチャールズ国王が正式に即位したこの戴冠式がいつやったかって皆さん覚えてますか。夏だったかな、春か夏、半年ぐらい前。そう、5月6日。5月6日か。これね、めちゃくちゃ大事な日なんですよ。何かっていうと、戴冠式はもうめっちゃ盛大に行われて、さっき言ったイギリス連邦の国々ではもうめちゃくちゃ報道もバンバンされとったよね。日本はちょっと報道少なかったから正直気づきにくいんだけど、この時に例えば UFO が目撃されたりとか、やば、式が始まる前に死神のようなものが横切ったりとか、いろんな噂とかも流れているんですよね。いや、そんだけ世界を牛耳っているイギリス国王ですから、やはり神と崇められてる部分はあるじゃないですか。そう思ったら、やはり僕たちの大好きなワンピースにおいてゴッドエネル神ついてます。誕生日5月6日です。なるほど、やりきったみたいな感じがするんですけど、俺の仕事今日終わったと思うんですよ。分かんないでしょ今って。
え、こっちのチャンネル分かってるよみんなね。そうだよ、はい、ギリギリですよ。で、はい、これ5月6日というのはすごい意味深で、うん、何が意味深なんですか。そういうのも前日である5月5日 WHO 世界保健機関がある宣言をしたんですよ、うん、それがあのコロナによるパンデミックが世界的な保健上の緊急事態ではなくなったってことを言ってるんですよ、ね、うん、ほうほう。そのなくなったって言ったら翌日に戴冠式を設定してるんですよ。だからこれはこの WHO がやっていたことっていうのは全てイギリスが支配していたんだよっていうメッセージなんじゃないのかと。なるほど、確かにな。ルフィもね、一回死んだ、まあ、つまり亡くなったと見せて、その次にニカとして覚醒したもんね、うん、そのルフィも5月5日ということね。そんなに曜日大事じゃなかったけどね。その翌日にできてるから、でここで予言してたイギリスの本土紙幣がね。びっくりしちゃったよ、ルフィの話で。あ、そう。で、はい、うん、そんなことあるかいと思うんですけど、王冠っていうのはね、ヨッサンでも話しましたけど、うん、クラウンから来てると、うん、その語源がコローナやと。これすごかったわ。そう。で、それに加えて、戴冠式は実はコロネーションっていうんです。コロネーションっていうの？だから、こっからもうコロナが読み取れるんですよ。まや。だから、もうイギリスっていうのは、もうそもそも、まあもうエリザベス2世の、まあ、生きてる生きてるに関わらず、うん、コロナを終わらしたタイミングで、このチャールズ国王を誕生させようとしてたんじゃないのかっていう。なるほど。だからこれまで時系列をまとめると2020年この紙幣の発行、そしてパンデミックが発生で EU の離脱もありました。で2022年エリザベス女王即位70年と、でそして帝国単位の復活の声で5月5日にパンデミック事実上の収束、その翌日には戴冠式が行われたってことなんですよね。わあ、すごいね。まあ、だから、まあ、もしかしたら本当に全て、まあ、もうイギリスの手のひらの上で我々は踊らされているのかもねという話なんですよね。やばい。でまあ一応最後補足程度に話しておくと、やっぱイギリスとお金を語る上で欠かせない一族ってのが、まあ、おるんですよ。何ですか？ロスチャイルドファミリー、ロスチャイルド家なんですけど、はいはい、すいませんね、流暢な英語で、ね、ちょっと理解できなかったと思うんですけど、そうそう、ちょっと英語苦手なんであれ、はい、そういう発音で合ってます？合ってます。もう一回言ってもらっていいですか？ロスチャイルドファミリー、はい、実はですね、うん、イギリスは1844年にピール条約、うん、あ、ビールじゃないです、ピールです、うんうん、分かってますよ、はいはい、でロスチャイルド家が牛耳っていたバンコブ・エングランド、あの直木マンさんっぽく言ってるけど、ちょっとっぽく言ってるだけやろ。バンクオブイングランド。なんてなんて？バンクオブイングランド。バンクオブイングランドが中央銀行になったんですよね。はいはいはい、でつまりロスチャイルド家は通貨発行権を手に入れたという非常に重要な出来事なんです。やば。でさらに同じく日本にも、まあ、通貨発行権はね、中央銀行である日本銀行が持ってるわけなんですが、こちら1881年日銀を設立した大蔵大臣松方正義さんがですね、なんとロスチャイルド家に影響されていたんじゃないのかって言われてるんですよね。お、通貨発行権を日銀に独占させるように働きかけたのは、うん、もしかしたらロスチャイルド家の手があったからなんじゃないのかみたいな、なんと実際幕末の日本には1863年イギリス系の銀行であるセントラルバンクオブウェスタンインディア、セントラルバンクオブウェスタンインディアが初の外資系銀行として、うん、まあ、出てきてるわけなんですよ。なんで言い直したんよ。いや、小池さんのために最初は分かりやすく言ったんですよ。普通逆ですけどね。でその後もあれよあれよという間に6つの外資系銀行が幕末の日本を進出してきて、その全てがイギリス系やったんですよね。やっぱ金融から牛耳ろうとしてくるわけなんです。大事やな。で激動の幕末で起こる戦争にいち早く目をつけ、わざと戦になるように仕向け人儲けしてたんじゃないのかな、なんと、まあ、それぐらいこのロスチャイルド家の支配力というのはえぐいということが言われてるんですよね。えぐみで、まあ、実際これはイギリスと日本だけではない話で、世界各国の中央銀行はロスチャイルド家のまあ影響下にあるんじゃないのかと、アメリカとかも言われてますからね、うん、でこの世界のお金を支配しコントロールしているのはロスチャイルドだから、もう我々は逆らうことができないと。怖い。で実際ロンドンロスチャイルド家の祖で世界一の金融と呼ばれた三男のネイサン・ロスチャイルドはフリーメイソンのメンバーやったって言われてるんですよ。お、まあ、だから結局ロスチャイルド家とフリーメイソンは、まあ、ある程度思想も一緒やと、うん、でもうこの本家本元のねイギリスに総本山があるわけじゃないですか、うん、ってことはもうロスチャイルドとこのフリーメイソンが、まあ、結託しようって、まあ、世界を牛耳ろうぜってやっているんじゃないのかっていう、まあ、お話ですね今日は。はいはい、すごい、はい、まあ、ということでね、この紙幣に書かれている暗号から、うん、実はこれイギリスが特にヤバいんだよというお話でした。いや、ヤバかったですねこれは。いや、そうなんですよ。いや、ヨシさん TV さ、僕らでは知り得ない知識とか結構持ってるのすごくなかった？え、そう、え、てかハリーポッターの話めっちゃ感動した。いや、もうマジで面白かった、うん、でまた今度ね通常回でもお呼びしたいなと思ってる方なんで、ぜひね、まだ続き言いたい方はぜひチャンネル登録してお待ちいただきたいんですけども、はい、信じられない話はですね、あと2夜残ってるんですよ ね、 そうですね、3夜4夜このようなスケジュールになっておりますので、ぜひチャンネル登録してご期待くださいませ。お願いします。そしてね、まだ1夜2夜を見てない人かもね、まあいないと思うんですけど、まあいたらぜひ見といてください。いや、面白かったです今日。ありがとうございます、はい、まあ、またね来週小池さんも深掘りするんですよね。あ、そうです、僕もやるんでぜひ楽しんでください。はい、でね、また来週僕も
信じられない話、一夜目欠席したんで話します。そしてですね、信じられない話をおかげさまで累計再生数が900万再生を突破しているということで、はい、それを記念しましてですね、もともと信じられない話がなぜこう誕生したのかっていう誕生秘話はですね、この裏の小焼 Vlog の方でトヤ君と一緒に語っておりますので、ぜひそちらの方もご覧くださいませ、はい、概要欄に貼ってございます。見てください。それでは See you Bye。 君がいたら分からん、無情にもカラビナほどけていく気もロリフォーリー、人の理想に予言は入り込めない、君がいたいな分からん、理想にカラビナ船の涙、時計のように稲妻のようにめくめく放たされて弾ける。